チン・エリン、チン・エリン、ケリー・チャン、ケリー・チェン、本名、チン・ケイ、1973年9月13日台、は、香港の歌手、女優。関東語、普通話、北京語、英語を話せ、日本語も少し話せる。歌手のチン・ツカサカン、ビクターちゃんは弟。宝石賞の父のもとに生まれ、高校時代は、神戸市のインターナショナルスクール。 カナディアンアカデミーで学んだため、日本語が少し話せる。卒業後は、ニューヨークのパーソンズ美術大学でデザインを学んだ。パーソンズ美術大学を卒業し1994年に香港へ戻る。友人が経営するプロダクションからオーディションをいくつか受けることを勧められ、ジャッキー・チュンのミュージックビデオや上海での M に出演する。1995年、 アーロン・クォックと共に主演した戦楽表々で映画デビューを果たすと同時に映画のサウンドトラックで歌手としてのキャリアも歩みめることとなる。その後、同年リリースされた初の関東語によるアルバム良い名城人の香港でのヒットで女優及び歌手としてのキャリアを確かなものにする。1996年、金城武士と世界の果てにで共演。また同年、日本でシングル 旅人、ためじこ作賞、スピッツのカバーを発表。この年をはじめとして、後に日本を呼び、日本人と接点のある作品に多く関わるようになる。1997年、資生堂、ピエヌのテレビ CM で中谷美紀や小川玉木と共演。日本人俳優たちとの共演も多く、1999年には、フジテレビ系の連続テレビドラマ、 鬼の住処に出演し、深田京子と共演している。映画、東京攻略、2000年では、中村徹、安倍博士、遠藤久美子らと、冷静と情熱の間、2001年では、竹内豊と共演している。金城武氏とは、アンナ・マデリーナ、現代、アンダ・メトクレンラ、1998年、ラベンダー、現代、クヌエソウ、2000年でも共演した。 日本の歌のカバーも多く、ジュディ・オングの、見せられてをカバーした、女人おゼレぜ恋愛、歌田ヒカルの、オートマをカバーした、ジョー・フジキン、小柳ゆきの、ビー・アライブをカバーした、とめざ、河村隆一作曲の、厳重、ドラえもんの、テーマソング、香港のテレビ局、TVB で放映された関東5番などがある。フジテレビ系列、笑っていいともにも、 プロモーションの来日時にも何度か出演している。2005年には韓国ドラマ、オーナが今、放題、宮廷助官チャングムの誓いの主題歌を、関東5番、北京語で歌った、希望が大ヒットした。この曲は、TVB8、北京語チャンネルのミュージックアワードで、3つの賞を獲得している。2008年6月18日、16年の交際を経て、 実業家の恋人、リュウ・ケンヒロと結婚することを、ラブファイターズコンサートの最終日に発表した。2009年7月10日、香港のカノーザ・ホスピタル、カダク学産委員で、約6ポンドの男児を出産。英語名は、チェース、愛称は、エビ餃子。2012年3月21日、次男となる、約6.5ポンドの男児、ライリーを出産。英語名は、 ダイリー、愛称は、小籠包。ワールドツアーにも何度か挑戦している。1998年、オーストラリアを皮切りにワールドツアーを行う。この同じ年、台湾では10カ所の学校を回り、学生に向けて歌を披露している。2001年には、ペイズリーギャラクシーワールドツアーと題し、シンガポールを皮切りにアメリカカナダを回り、 中国国内で幕を閉じるツアーを成功させた。ロスト・イン・パラダイスツアーを2005年にアジアで2006年にアメリカで行っている。このワールドツアーは35曲を含む3時間近いコンサートとなった。このツアー中ラスベガス公演では台湾の F4 のメンバー、バネ・スーがゲスト参加している。ケリーはショービジネスのほか、 香港新善大使、香港環境保護大使、香港赤十字大使、ユニセフ新善大使など、香港を代表する顔としても多く活躍している。最近では、香港青年商工会の総意創業大使を任命されると同時に、主題歌も歌っている。1995年、1996年、1997年、1998年。 1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2008年、2010年、2013年、2016年以下、放題現代英語大、監督名。 1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2006年、2006年2007年、2008年,年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、1999年、2001年、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。